三国志なんですか。これ日本の。あ、これは日本の。あ、うどんまんだ。これ楠木正志。見せて見せて。行こうか。おお、すごい。中高の武士。うん、へえ。楠木正志。すごいですね。どっかの神社に飾りたいですね。そんなあったかない。何何お父さんやってる悪人です後白河悪人ばっかり悪人秀吉なんかこれちょっといいサイン。ああ何これは秀吉です、ね、え秀吉すごいおお素晴らしい。お前はどの？え？本当に？すごい。アラミさんのお母さんおはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。やっぱこんだけ人入るとクーラーつけてても一気に暑くなります、ね。今日は31度とか言ってますもんね。織田信長、いい人本当だ、織田信長いい人、織田信長すごいこれはすごい、これもあこれはまあそういう感じですね。よしやつだね。でも一球一球毛生えてるしなことはない。これ知らんの。一休さん見る？はい毛生えてるよ来てるあ、おはようのやつあ、どうもどうもこっち立って。あ、こちらも混ざる混ざる。お塩さん。今日は結構楽な感じやな。本当皆さん多作で。あやちゃん。これが不思議だね。独特だし。面白いな。ね。始まったね。これ、卒業卒業誰がこれ、どこで書ける。あ、これ、これ素敵。どこで書けるどこで書かうーんいや、それ、ひみに書かれてますそういうことだ了解です。あ、ひみ、ああ、なるほど、ひみのお嬢さん、ひみの落書きか、真央さん。うわ、これすごい伊達政宗。あ、そうなんかな。違った。え、何？か、高順は知らない。どっからそういう出典を持ってる。下に書いてるから綺麗。でもこれ、あ、おはようございます。大丈夫は今日はね、本当にハマってます。
今ハマってるというか、そのしてまあ、ちょっと入ってるか、あ、大丈夫です、そうです、あ、リミンガザル、はい、わかります忘れんようにする、忘れてたら叱られる、おはようございます、じゃあ、お母さん、先生、ダンボールください。え、ダンボール、ダンボールここにあります、大きいね、はい、この辺に書いてあったので、はい、おかげさまで今日からあの農作の方のあの畑になって始まるんで、はい、今のプロデューサーさん、別にうまくそこに収まるものっていうことで、あの最終的に選んでいって、あの結構いろ、あのほとんどの方がそんな感じでできてるんですよ、ほぼ、うん、なのであのホコペリの人みんなの、あの積み重ねがこれになったっていうふうに受け止めていただければっていうふうにあの話していただいているので一応お伝えしておきます。それとですね、富山市の南の方にいて大きい工場を持ってまして、はい、いつ畳んでたか教えてよ、やった去年の11月だね、スマーで ありがとうございます、大丈夫、大丈夫そうです、ちょっとまでするのが変わったんですね。
次の日もちょっと。
これがかっこいいなと思って。
バックのスカートですね。はい、ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。あと、お疲れ。バイバイ。字幕が3分の1ぐらいなんですけど、なんかその、すっごい速さで、柴田さんを、ご用意で、ニコニコ動画みたいな。かっこいいです。何やろ、
マネージャーさんみたいな。あ、お疲れ様です。あ、どうも今日は書いてないですから。うん、あ、見ましたよ、夜中の深夜に。私、前に先生になんかちょっとこう相談がてらインタビューしに行った時に、なんかもうちょっとピック消防車とかじっくり1個作ってたのが今は量産する形。これまだあの 3袋ぐらい扱ってるんですよ。でもあのいっぱい作るタイプですよね。そっちにそっちにまたあの戻ってきた感じ。絵から立体になった時は結構じっくり系だったのが、その作った車とかもうあの折り紙貼り合わせてもう動かないぐらいゴンゴンだったんですよ、最初の頃は。それがもう大量生産。土台も紙なんですよね、初めに。厚紙じゃなくて紙、紙。あの、糊が、糊が分厚いんで硬くなってるんですよ。ちゃんと窓も、窓も。なぜか隠す。はいはいはい。でも隠した方がなんかかっこいいんですよね。バラすと。不思議な人です。